さらにレベルの高い課題を用意しました。これ簡単なようでめちゃくちゃ難しいですよ。どうも、声優志望の子たちに演技の基礎を教えています。演技講師の日向翔吾です。はい、早速今日もやっていこうと思います。今回は僕が作ったオリジナルの滑舌の文を5つ用意してきました。その5つにチャレンジしてもらおうかなと思います。というか、今月から月1滑舌チェックとでも称して、1ヶ月に1本、こういった僕が作った滑舌の文にチャレンジしてもらう動画を配信しようかなと思っています。課題を読んでもらう時の注意事項なんですけれども、早口で喋る必要はありません。普通の速度で、そして明瞭に喋ることを心がけてください。ちなみに、ただやるだけでは張り合いもないと思いますので、こういったランクを設けました。合格ラインは全体を通して噛んだり読み間違えたりした数が3回以内であることです。では今回の課題を発表します。こちらです。どうぞ。ではこちらの文をですね、僕が喋った後に続いて喋ってもらえたらなと思います。速度は僕が喋った速度と同じくらいの速度でいいのかなと思います。母の歯と頬の皮膚は腐敗との秘宝。桃、すもも、ミモザ、もみとメモ。おあやとゆうやの親を、おゆやでやいやいやゆするやおや。笑われからかわれたわらわの羅行の羅列が悔やまれる。わんわんわめくお岩は、祝いのお椀を王に割られたのだわ。はい、皆さんいかがだったでしょうか。噛んだり読み間違えたりした数、3回以内に収まりましたでしょうか。0回から1回の人はかなり優秀な人です。今の意識のままトレーニングに臨んでください。2回から3回だった人、この人はまあまあ優秀な人です。今回の結果に甘えることなく、自分にもっと厳しく頑張っていきましょう。そして4回から6回読み間違いや噛んでしまった人、この人は残念ながら素人レベルです。まだまだ練習量が足りていません。本気でプロの声優を目指すのであれば、もっともっとトレーニングをしましょう。プロはそんなに甘い世界ではありません。そしてそれ以上に噛んだり読み間違えたりしてしまった人、残念ながら現段階ではプロの声優になることは絶望的です。本気でプロの声優になりたいのであれば、今から意識を変えて猛特訓していきましょう。過去は変えられませんが、これからはあなたの行動次第で変えることができます。頑張ってください。そしてこの滑舌のチェックがですね、簡単だった人のためにさらにレベルの高い課題を用意しました。喋る内容はこの文そのままなんですけれども、この喋ったものを誰かに聞かせるということをやってみてください。そして聞かせた相手が正確に聞き取れたかを確認し、何回聞き間違えたかをチェックしてください。合格ラインは同じく3回までです。ただしこの課題をするときに、相手に原稿を一切見せないでください。相手が純粋に耳だけで判断したときに伝わるかどうかをチェックしてください。これ簡単なようでめちゃくちゃ難しいですよ。3回以内に収まる人は正直少ないと思います。僕の喋った言葉は、私の喋った言葉はこんなにも伝わらないのかっていうことがよくわかると思います。滑舌の難しさ実感できると思います。プロの声優になりたい人はぜひぜひチャレンジしてみてください。はい、最後に告知があります。僕日向翔吾の LINE 公式アカウントというのがあります。こちらではですね、 LINE 限定のオリジナルのトレーニング動画を2週間に1回各週月曜日に配信しています。YouTube の動画だけじゃ足りないな、もっと勉強したいなという方いましたら、友達登録無料ですので、お気軽に登録してください。詳しくは動画詳細欄または概要欄をご覧ください。以上、日向の教室の日向でした。じゃあ